コンエアーは1997年に公開されたアメリカ映画タイトルコンエアーは実在するアメリカ連邦保安局の空輸隊の名称で出廷、医療緊急事態、囚人輸送などを行っている。本作では凶悪犯を護送する状況をリアルに再現している。軍を除隊したキャメロン・ポーは酒場で妻に絡む酔っ払いともめ。 さらに追ってきた相手を殺害してしまう。第一級殺人罪で刑務所に服役するが、模範囚として仮釈放されることになり、囚人専用の輸送機、コンエアーに登場する。が、そこには、サイラス・グリサムをはじめとする凶悪犯たちが顔を連ねていた。そして離陸後、サイラスの計画によって飛行機がハイジャックされ、正義感の強いポーは、なんとか事態を打開しようとする。 キャメロンポー主人公で、元レンジャー隊員。大冠式の夜に、アイサイトリシアが三人の酔っ払ったチンピラに、絡まれたのを助けようとするが誤って一人を殺してしまい、元軍人で突撃隊出身であったことから、屈強な肉体や格闘術の持ち主であることが、あだとなり、正当防衛も認められずに、これが原因で、懲役刑を課せられ、刑務所に入れられてしまう。その後、娘、 ケイシーの7歳の誕生日の日に、模範囚として仮釈放のみとなり、アラバマ空港まで、コンエアーで搬送されるはずが、サイラスたちの脱獄計画に巻き込まれてしまい、正義感の強さと仲間を大切にするという持ち前の強さを駆使して事件に巻き込まれた、同じ囚人のベイビー王やご相官たちを救おうと、奮闘、その過程で、ラーキンとの出会いを果たし、やがて互いに共闘していく。 事件終結後は、自身の危険を顧みずに奮闘したラーキンの姿を、見て、信用できる人物が3人になったと言った、ビンス・ラーキン連邦保安官。カーソンシティでのキャメロンの行動からキャメロンが、味方であると誰よりも早く察知し、サイラスとシンディのの裁判所の書類を用いた暗号を、暴いて、コンエアー乗っ取り計画に気づくなど基地に優れている。 部下のシムズがサイラスに殺されたことで、強行的に解決しようとするマロイには、真っ向から反発。サイラスたちが、ラーナー飛行場に向かっていることを知り、マロイへの説得も失敗に終わったため、自身がマロイのオープンカーを使って、ラーナー飛行場へと向かう。車両運転も、得意としているのかラーナー飛行場で、クレーン車やドーザーのついたトラックを、ラスベガスではバイクを扱う場面がある。 本編終盤では、ラスベガスで計画がついえてもなお逃走を図ろうとする、サイラスたちをキャメロンと共に追跡を開始し、はしご車の運転席の天井を斧で叩き割り、運転していたスワンプに消火ホースで放水攻撃を行う。事件終結後は、カーチェイスを経て、キャメロンの信頼を得る。サイラスグリザム天才凶悪犯で、通称、猛毒のサイラス。 殺人、強盗、誘拐など数多くの犯行を行い、人生のほとんどを刑務所で暮らしており、刑務所内の囚人を数人殺害し、脱獄を幾度となく図ったことがある。序盤において囚人グループのリーダーとなり、ダイヤモンドドッグとピンボールの3人で、コンエアー乗っ取り計画を決行、機長を自称し南アメリカに逃走しようとする。服役中に複数の学位を取得する。 優れた頭脳の持ち主で、カーソンシティでは乗っ取り計画の露呈に、いち早く気づき自らを射殺するため接近してきた、警官を逆に射殺。ラーナー飛行場では、警官隊が迫る、わずかな時間で、迎撃作戦を考え空き缶などを集めて作った、簡易ジオラマを使って、囚人たちに解説するなど想定外の事態に即座に、対応する冷静さも合わせ持つ。 コンエアーがラスベガスで墜落した後も、警察の目をかいくぐって、ドックとスワンプの3人ではしご車を強奪して、逃走を図るも、追いかけてきたキャメロンとの格闘の末に外していなかった、手錠をはしご、ガーランドグリーンカーソンシティ空港で、急遽、コンエアーで、アラバマ空港に搬送されることになった、連続殺人犯。アメリカ東部で37人の人間を残殺しており、 殺害ししたた少女をを助手席に乗せてドライブをしたこととがあるる言われるまた、その犯罪経歴は、犯罪者や警察官の間でも有名で、護送車からコンエアーの檻に入るまでの間は厳重な拘束具で、拘束されていた中でも、その異様な様子は、拘束具を外すようサイラスに頼まれたドッグでさえも、恐怖を抱き、一方で、サイラスからは、 VIP と呼ばれたり、あんたのファンだと話しかけられるなど一種の憧れを抱かれている。しかし、本編では連続殺人犯と呼ばれながらもその片鱗を見せる姿は両親が芽生える前にキャメロンに話しかけた時だけで、時折皮肉な言葉をキャメロンに投げつつも常に中立的な立場をとっている。人物の言動からその人物の本性等を分析することができ、実際に キャメロンの言動に疑問を抱いていた、ビリーの言動から彼は屈折した人間であると分析しているほか、精神的に不安定な部分を自覚していて、ラーナー飛行場の近くにあるキャンピングカーで留守番していた少女に自分は病気で、低く薬はないと答えている。しかし少女はそれに対し純真無垢にお祈りすればいいのよと答え、クリーンはそれをどう取ったのか、彼女を殺さずに、 コンエアーに戻った。コンエアー墜落後は姿を見せなかったが、エンドクレジット直前に、ただ一人逃げ延びて、ラスベガスのカジノで対象している姿を見せる。彼の、今日は、つきまくってるという締めのセリフで、本作は終わる。ダイヤモンドドッグ本名ネ姉さんジョーンズ、元ブラックゲリラで、囚人グループのナンバーに、渋い二枚目と評される風貌をしている。 全米ライフル協会の本部を爆弾で襲撃した罪で刑務所に入れられていたが内心ではいつか自らの犯行で全米が恐れをののくドックの日を夢見ておりサイラスの計画が完全に成功するまでの間はサイラスに忠誠を誓っているまた小説家としての才能を持ち服役中にダイヤモンドの目という小説を執筆し2年後に デンゼル・ワシントンを主演として映画化が噂されるほどの人気小説となっている。本編終盤では、サイラスやスワンプと共に、はしご車で逃走するも追いかけてきた、キャメロンの乗ったバイクの体当たりによる爆発に巻き込まれ、爆死した、ベイビー王本名マイク・オーデル。キャメロンと同じ独房で服役していた黒人の囚人で、ベイビー王という名は愛称である。服役中に、 キャメロンの友人となるが、糖尿病を患っており、サイラスたちのコンエアー乗っ取り計画の騒ぎの中に、インスリンの入った瓶と注射器を壊されてしまう。その後はかろうじて予備のインスリンが残るも注射器がすべて壊されたために、摂取できなくなってしまう。ラーナー飛行場離陸後はサイラスがコンエアーに乗っている囚人の中に警察を導いた。 裏切り者を炙り出そうとビショップを撃ち殺そうとした際に、キャメロンをかばって自身がやったと嘘をつき、直後にサイラスに腹を打たれてしまうが、コンエアーの墜落事故から辛くも生き延び、キャメロンに見送られながら病院に搬送される、サリービショップ囚人輸送機、コンエアーの女性護送官で、凛りしく男まさりな性格の持ち主、ピンボールの起こした小規模火災で、 火からピンボールを遠ざけようとして、ピンボールに自身の持っていた檻の鍵を奪われ、サイラスとドックの入れられていた檻を開けられてしまい、サイラスたちの乗っ取り計画に引っかかった後は、人質として捕らえられてしまう。その後、コンエアー内ではこう一点なために、合間の常習犯だった、ジョニー23に二度合間されそうになるもどちらも、キャメロンに助けられ、後に、ジョニー23には仕返しとばかりに、 強烈なハイキックを見舞った。本編終盤では、操縦席を陣取ったキャメロンを捕まえようとした、サイラスを玉切れとなった M16A2 で殴りつけて、気絶させ、コンエアーがラスベガスに墜落するも生還を果たす。ジョニー23本名ジョニーバーカ。キャメロンやサイラスたちと共に、コンエアーであらばマへ送還される予定だった。連続合間犯であり、警察が把握している。 分の被害者は23人に及ぶ。また、合関したごとに、一人につき一つずつ体に、ハートのタトゥーを入れる、合関した人数に合わせて、ジョニーの後につく数字の数を増やしていくというルールの、ようなものを持っていて、本人曰く合関した女性の数は23人では、なく、正確にはおよそ600人だという。サイラスたちの乗っ取り計画後は足枷を外され、直後に、 機内でこう一点であったビショップを交換しようとするも、キャメロンに阻止された上で、フン野郎だと非難され、サイラスからも、息子を出したら、高ードの空中から外に突き落とすと釘を刺される。その後、カーソンシティでは、サイラスたちと共に護送官になりすまし、合流することになる囚人たちを機内へと誘導し、ガーランドの誘導も行ったほか、ラーナー飛行場では、 管制塔に登って警察が来るかを監視する役割を担い、ラーキンの連絡を受けた、警察部隊が向かってくるのを発見し、サイラスたちに伝えた。その後は、サイラスたちと警察部隊の銃撃戦を利用して一人、コンエアーに戻り、動けないベイビー王を尻目に檻に押し込められていた、ビショップを再び交換しようとするも、再びキャメロンに阻止され、手錠で両手を 檻の天井に吊り上げられてしまう。それが原因となって、コンエアが墜落した際の衝撃で、ハートの入れ墨をしている方の腕が肩からちぎれ、死亡した。フランシスコ・シンディの麻薬カルテルの御像師で、カーソンシティで、サイラスたちと合流した麻薬シンジゲートのリーダー格で、あり、サイラスたちの計画を裏で死亡した黒幕でもある。スペイン語で書かれた。 裁判所の通知を利用してサイラスと連絡を取り合い、脱獄計画が成功した暁には、多額の金を報酬として提供する条件のもと、サイラスやドクを買収して、脱獄計画を立案するが、その本来の目的は、自身だけが逃走することに過ぎないが、犯罪経歴の一部を知っていたキャメロンによってその、目的を見透かされており、その本音をサイラスに示唆されたことで計画を大きく、 狂わされることになる。前のめりにうずもれてしまったコンエアを飛行可能にして逃亡手段を確保する。プラン B のどさくさに紛れて事前に自身の手下に用意させていた小型ジェット機で自分だけ逃亡を図るも、ラーキンの起点により失敗する。事態を察したサイラス以降には後で迎えをよこすと弁明するも、サイラスによって燃えさしのタバコを ジェット機から漏れ出したガソリンに投げ込まれ、そのまま小殺される。スワンプシング本名はあるウィリアムズ。シンディーノと共にカーソンシティでサイラスと合流した囚人。パイロットとしての腕前を持ち、囚人の代役としていなくなったパイロットの代わりに、コンエアーの操縦士を任される。しかし、ピンボール曰く田舎育ちらしく、コンエアーに搭載されていたビーコンを使用できる。 状態で機体から取り外す彼の行動を見て驚きの声を上げていた。本編では操縦士及び運転士の役であるため、機内での騒動を把握していない場面があり、ラーナー飛行場では銃撃戦の最中にコンエアーの離陸の準備を急ピッチで行っていたため、戦闘に関しての彼の描写はほとんど見られない。本編終盤では、カーチェイス後は会話するシーンで仰向けで接着込む姿があり、 生きていることは確認できるが、その後の彼は、どうなったかは不明である。クレイジー、ビリー本名、ウィリアム・ベッドフォード。元々は、変哲もなかった亭主だったが自宅で妻の浮気現場を目撃した際、そのまま車を発車させ、妻の家に押し入り、彼女の両親、姉妹屋毛には、犬まで皆殺しにした罪で服役し、その残虐性から裁判で5回の終身刑判決を、 受けている。コンエアー内では、サイラスやドックと同じ個人用の檻に入れられ、キャメロンとベイビー王から、お似合いだと笑われて、以降は彼らに嫌悪感を抱き始める。その後、ドックが、コンエアーの荷物室で見つけたサングラスをかけて、現れたのを見て、キャメロンの目的を知るために、荷物室のキャメロンの荷物を物色し、キャメロンの仮釈放通知書を見つけ、 彼が仮釈放の身であることを知ると同時に追いかけて、来たキャメロンと荷物室で格闘するが、格闘の表紙で外れたパイプがキャメロンに蹴り飛ばされた、勢いで背中から突き刺さって死亡する。ピンボール本名、ジョー・パーカー、放火と強盗の罪で服役していた囚人で、サイラスとドッグと共に、コンエア乗っ取り計画を実行した一人、明るく人をからかうのが好きな性格で、 計画実行直前まで自分の隣に座っていた囚人をからかっていた。離陸後はサイラスとドックが隠し持っていた針金で手錠を外したのを確認してから胃袋に隠してファルゾンの監視の目を逃れた携帯パックに入った油とマッチ棒を使い隣の囚人の体に発火させて計画を始導させた後に ビショップから檻の鍵を奪い、サイラスとドックを解放して乗っ取りに成功する。乗っ取り後は、カーソンシティで降りる囚人の確認と椅子に手かせ足枷で動けなかった囚人たちを解放し、事件発生では、劇場したシムズに人質にされるもビショップを盾にしたサイラスがシムズを射殺したことで休死に一生を得る。その後、カーソンシティ空港では、コンエアーに搭載されていたビーコンを、 アンクルボブの空中観光用飛行機の中に忍ばせるが、そこで観光用飛行機の整備をしていた女性に見つかり、長々と世間話を聞かされている間にハイジャックに気づいた警察から逃走するため、コンエアーが離陸を始めてしまい、必死に乗り込もうとするも、機体の着陸装置に巻き込まれて死亡する。彼の遺体は着陸装置の異常を調べに来たキャメロンとドッグに見つけられ、 キャメロンにマジックペンで、ラーキン宛てのメッセージをシャツに書かれて放り出され、地上の街の交差点で信号待ちをしていた乗用車のボンネットに直撃、死体袋に入れられて搬送される。ダンカンマロイ麻薬取締局捜査官で、シンディーノを逮捕した人物、取り調べで一向に自供しないシンディーノの処理を FBI に奪われたくないと言っているほか、常にご信用を兼ねた銃の携帯を、 優先的にしている。部下のシムズを囚人に偽装させてシンディーノの登場を行う作戦で、機内に銃を持ち込ませてはいけないというラーキンの言葉に反発。一度は了承するモラーキンとファルゾンの目を盗んで、シムズのボディチェック中に彼の靴下に自分の持っていた予備の銃を忍ばせるが、カーソンシティでハイジャックされたこと、シムズが殺されたことを知るや、いなやすべて、 ラーキンたちのせいだと突きつけ、シムズのあだちのために武装ヘリを要請、コンエアをキャメロンや護送官たちごと撃墜させる強行手段を取る。ラーナー飛行場での銃撃戦後は武装ヘリで、コンエアを追跡、ラーキンの説得を無視して、機銃で攻撃し、ミサイルで撃墜させようとするも直後に、キャメロンが操縦室を乗っ取り、二人の説得に応じて、ミサイル攻撃を中止させる。 コンエアー墜落後のカーチェイス後は、ラーキンに気分はどうだと聞き、ラーキンに大破したオープンカーの鍵を返されて、修理屋を紹介されるも、あの車はもう飽きてたと返事し、事件の解決に安堵の息をついた。ウィリー・シムズ DEA のエージェントで、マロイの部下、シンディーノの登場のために囚人に偽装して、コンエアーに登場するも、 サイラスたちの乗っ取り計画に直面し、騒ぎが落ち着いた後に、ピンボールに手かせ、足せを外された直後に劇場してマロイが靴下に、忍ばせた銃を握り、ピンボールを人質に取って単独で解決しようという、強行手段を取り、お前一人では叶わないと説得したキャメロンにも、銃口を向けるが、最後は銃を、四角から奪おうとした、ポポビッチを射殺するも直後に、サイラスに胸を打ち抜かれ、 吐血しながら死亡する、ファルゾン、コンエアーの護送艦で、リーダー格。犯罪者を憎んでいるせいか、囚人たちに対して、終始ひどい口調で喋り、キャメロンの持っていた、ケイシーの写真を取り上げてしまうほか、機内での注意事項を端的に説明した後で、カールの挑発に、肘打ちで応戦して、猿ぐつわをさせ、サイラスが、スチュワーデスさん、今日の機内映画は何ですか というジョークまがいの質問に、お前の映画だ。私は一生女を言いだけません。同時上映に、素晴らしき自由よさようならだと答えるも、サイラスからは、面白くないジョークだと言われてしまう。サイラスたちの乗っ取り計画での騒ぎの中で、ベイビーオーにインスリンを注射しようとしていた、救護係の護送官の喉元を外した手錠で、突き刺して殺していたドッグを、 テーザー銃で押さえつけようと必死になっていたがサイラスにコンエアーを乗っ取られ拘束されてしまう。その後カーソンシティで降りるはずだった囚人の代役にされキャメロンにシムズの盗聴器を忍ばされた後に猿グツワをされた状態でカーソンシティの警察に連行されてしまい護送車の中で護送官に警棒で殴打ーーされるも服の中からこぼれ落ちた盗聴器のおかげで コンエアーが乗っ取られたことが警察に知られる。その後は登場はないが、護送車で搬送された後に保護され、キャメロンが登場器を忍ばせたと説明したことが、ラーキンの言葉として出ている。ここでは名前が判明している囚人のみ記載している。ベンソン・サイラスたちのコンエアー乗っ取り計画の実行中に、サイラスが操縦室に乗り込もうとした時に一際大きく、歓声を上げるも直後に、 サイラスの鎖を使って弾道を変えられた副機長の銃弾が心臓を貫通して即死する。カール、コンエアー機内でファルゾンを挑発したことで猿グツは押される。ベンソン死亡後は再びサイラスに弾道を変えられた副機長の銃弾で頭部を撃ち抜かれて即死する。ポポビッチ白い髭と髪をした初老の老人、シムズの強行手段でシムズの死角から銃を奪おうとするも直後に、 シムズに射殺される、カーリーカーソンシティ合流メンバーで一番早く機内に乗ったスキンヘッドの男。コンエアーがサイラスたちに掌握されているのを知るや、いなや思わず歓喜の声を上げるも直後にピンボールに注意される。ラーナー飛行場離陸後は拘束されている、護送艦の男にめがけて口に含んだジュースを歯茎の間から吐き出す姿がある。その後、空中戦の中でキャメロンが 操縦室に向かおうとするのを阻もうと銃で応戦。キャメロンの左腕に命中するも怯みもしなかった。キャメロンに返り討ちに遭う。コンエアー墜落後は警察に逮捕される。バイキング金髪で、長身の男。ラーナー飛行場ではサイラスに、コンエアーを運ぶためのトラクターを持ってくるよう、頼まれたり、警察部隊を迎え撃つ、作戦会議で、 サイラスの足元にあった石ころを何の建物を例えているかと質問する場面がある。ラーナー飛行場離陸後の空中戦の中で、キャメロンが操縦室に向かおうとするのを割れた酒瓶で、迎え撃とうとするも帰り討ちに遭う。コンエアー墜落後は、カーリーと共に警察に逮捕される。サリーイコールキャントダンス本名ラモンマルチネス。カーソンシティから、コンエアーに乗った囚人で、オネーク町のオカマ。 ラーナー飛行場到着後は近くの民家を物色して女物の衣服を見つけて着替え離陸後はスイートホームアラバマの曲に乗ってダンスを披露しているその後空中戦の中で操縦室に入ろうとしたキャメロンに飛びかかるも歯が立たず拳で殴られそうになった後に気を使われて平手で倒されるコンエアー墜落後はカーリーらと共に警察に逮捕されるこの時に彼 を捉えるために銃を向けた警官から、お嬢さんと呼ばれる、コンウェアの撮影に使用された C-123K。ありがとうございます。